悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ？いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。ぎゅっ、やっぱじっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む、これが亀仙流の修行じゃったろうが。返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行だということを忘れんように、このか修行を達成したらわしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよ、じっちゃん。はい、無天老師様。うん、さてと、わしはいつものお楽しみよ。こりゃ、わわ、おう、おす、なんじゃ。しょうがねえな。おう、
す。ふん。ふん。どう？はははは。ふん。役に立てたみてえだな。今は用事を済まさねえとな。よし。え？こいつは。へへ。あ。それじゃ、行ってみっか。よし。なあ、悟空。
この子もお前みたいに強いのか？かなりの力持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒るんだ。隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか、カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880。カカロットか。なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。何者か知らんが、行ってみるか。孫悟空とも違う。少し探ってみるか。ほう、手強そうなやつだな。一体
どこにやがるんだ。ほう、手ごわそうな奴がいるな。すぐに片付けて。その程度だったか。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。そうな奴がいるな。すぐに片付けて。その程度だったか。ほう、手ごわそうな奴がいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。その程度だったか。ほう、手ごわそうな奴がいるな。すぐに片付けて。カカロットじゃない。
何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。おお、戦闘力322。こんなやつもいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、俺をなめるなよ。少しは楽しませてくれるな。その程度か。今度は俺の番かな。で、もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ一体誰だ。何者なんだ。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ。タラメ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。
我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえ奴らだ。おい、ここには月があっから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。あ、何のことかさっぱりだ。おい、クリリンの言う通りだよ。そんなやつ、俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかってな。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット、お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット、楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。赤言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。どうしたおじけついたか。おめえなんか兄ちゃんでもなんでもねえ。あなた帰れ帰れ。思い出せカカロット、サイヤ人の誇りよ。ところで貴様、尻尾はどうしたんだ。ずっと目に切れてなくなった。ということだ、愚か者め。ダメ、はっ、よっ、こっちだ。おっと、やっ、やっ、はっ、よっ、やっ、えっ、やっ、やだ、やだ、やだ、力が、あっ、そう、決めたい。今度の星を攻め落としたら、次のターゲットはこの星だ。その程度の力じゃ息子は守れんぞ。預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。
か。そうか、ゴハン君の帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。よし行くぞ、一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに、しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。よし、ね、サンキュー。おい、あ、キンタンよーい。待ってるよ、ご飯。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。